プロボールはアメリカ合衆国で毎年開催されている NFL のオールスターゲームである。2017年以降の正式名称は AFC、NFC プロボールであり、アメリカンフットボールカンファレンスとナショナルフットボールカンファレンスの対決となっている。プロボールは MLB、NBA のオールスターゲームと異なり、シーズン終盤に開催される。 圧倒的な人気を誇るプロリーグのオールスターゲームの割には注目度が低く多くのレギュラーシーズンのゲームよりも全米視聴率が低い。ただ、それでも北米4大プロスポーツリーグのオールスターゲームの中で最も全米視聴者数が多く2014年の試合では1140万人がテレビで視聴している。2006年のプロボール第1回プロボールは 1938年シーズン終了後、その年のチャンピオンチームと NFL 選抜チームが対戦するオールスターゲームとして、ロサンゼルスのリグレイフィールドで開催された。1943年から1950年は戦争のため開催されなかったが、1951年にアメリカンカンファレンスとナショナルカンファレンスの対抗戦として再開された。 1973年から1979年まで持ち回り開催だったが、1980年からハワイ州ホノルルのアロハスタジアムで行われるようになり、30年に渡り道スタジアムで開催された。2009年まで毎年スーパーボールの直後の日曜に開催され、シーズンを締めくくる試合となっていた。かつては、 スーパーボールが1月最終週に行われることが多かったため2月第1週の開催が多かったが21世紀に入りスーパーボールが2月第1日用に開催される機会が増えたため2002年及び2004年以降は毎年2月第2週の開催となっていた2010年史上初めてスーパーボールの前週に開催されたこれは スーパーボールの翌週に開催される NBA、オールスターゲーム及びバンクーバーオリンピックに配慮したことと最も盛り上がり優勝チームを決定するスーパーボールがシーズン最後にあるべきというロジャーグテルコミッショナーの意思に基づく。なお、2010年は開催スタジアムもスーパーボールと同じ場所となった。スーパーボールと 同一スタジアムでの開催は1967年以来43年ぶり。また1月に開催されるのも1989年以来21年ぶりである。2011年から開催地は再びハワイのアロハスタジアムに戻ったが、2010年に習い、スーパーボールの前週に行われている。2014年からそれまでのカンファレンスごとのチーム編成から、 過去の名選手二人がドラフトするチーム編成に切り替えた。これは怠慢な試合が目立った批判を受けての改善策の一環である。2015年はスーパーボールと同じアリゾナ州グレンデールユニバーシティオブフェニックススタジアムでの開催。2016年は再びハワイアロハスタジアムで開催された。2016年6月1日チーム編成を カンファレンスごとに戻すことが発表された。また、2017年の会場は、フロリダ州オーランドとすることも合わせて発表された。2020年シーズンは、新型コロナウイルス感染症流行のために中止され、選考された選手のリストだけが発表された。プロボール出場選手は各チームのコーチ、選手、ファンの投票によって88名が選出されるが、それぞれから寄せられた。 投票結果が全体に占める割合はそれぞれ3分の1ずつとなっている。両チームのコーチ陣はディビジョナルプレイオフで敗戦した4チームのうちレギュラーシーズンの成績の良い2チームが担当する。両チームのヘッドコーチは投票で選ばれた42名の他にニードプレイヤーとして選手1名を選出する。怪我などの理由により 選出選手が出場を辞退した場合、同じポジションで投票結果で辞典の選手が代理出場する。プロボールがスーパーボールの前週に開催となった2010年より、スーパーボール出場するチームの選手も出場せず、同様に辞典の選手が代理出場するようになった。なお、代理出場であっても、出場辞退しても、プロボール選出という個々の選手キャリアとして数えられる。 プロボール出場には報酬があるものの、スター選手の高騰した年俸に比べると1%以下である。フットボールの試合では怪我の可能性が高いため、次第に出場を辞退するスター選手が増加した。出場する選手もまた怪我を恐れて手を抜いたプレーが目立つようになった。また2010年からはスーパーボール出場選手が選考されなくなった。 2012年1月のプロボールでは、アーロン・ロジャースが苦言を呈したほか、59から41と大味な試合に対して、ファンからも不満の声が聞かれた。日本でテレビ解説を務めた川口誠子も試合序盤の緩さ加減が過去に記憶にないほどであったと感想を述べている。こうしたことについて、ロジャー・グッテル・コミッショナーは廃止も選択肢に入れた。 改善を検討すると述べている。それに対して2014年から改善策としていくつかのルール改正が行われた。その一環として NHL オールスターゲームを参考にしたチーム編成である。それまでのカンファレンス別の選出からカンファレンスに関係なく得票上位の選手をプールする。往年の名選手二人が名誉キャプテンとなってプール。 された選手をドラフトする形に変更した。ドラフト自体をイベントとして盛り上げた上で憧れていた名選手の名を汚さないプレーをするなど意識づけさせること目的としている。2014年はジェリー・ライスとディオン・サンダースが出場選手を指名しチーム・ライス、チーム・サンダースとして対戦した。その他試合自体も怪我の可能性を減らしながら緊迫感が保たれるように ルール改正を行われた。2017年からは、従来のカンファレンスごとの編成に戻された。2017年シーズンにより、プロボールの人気振興のため、ウォルトディズニーワールドリゾート内にある ESPN、ワイドワールドオブ、スポーツコンプレックスで AFC と NFC の、プロボール出場選手たちが、運動能力を競う競技大会である、スキルズショーダウンが開催されている。 AFC と NFC がリーグ対抗で選手能力にまつわる様々なミニゲームで対戦し、最後は選手たちによるドッジボール対決が行われる。プロボールは練習期間が短いことから複雑さを排除し、シーズンを終えた選手の安全性に配慮した通常の試合とは異なるルールを導入している。その一方、間延びした内容にならないようなルールも導入している。 これらの特別ルールに反した場合、15ヤード罰則のパーソナルファールとして扱われる。2019から2020シーズン2019から2020シーズンのプロボールでは、最も怪我の多い危険なプレーとされるキックオフを排除しながらも、負けているチームが連続して攻撃権を得るための、オンサイドキックのメリットを保持するために、将来公式戦にも適用する。 可能性のある以下のルール変更を施行した。2011年までに5組の親子がプロボールに選ばれている。ありがとうございます。